グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。よく見ると既存のウッドデッキ周りには無駄なスペースが空いています。境界から既存のウッドデッキまでの空地は雑草が生えてきてしまっています。空いた土地の雑草取りが大変でお客様は困っていました。お庭いっぱいにウッドデッキを作り空き地をなくすご提案をしました。敷地周りは雑草が所狭しとたくさん生えていました。ウッドデッキ周りに空いた空き地もこの通り雑草がびっしり生えています。雑草が生えず快適に過ごせるようになりたいとお話がありました。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて高さ 1.5 メートルのフェンスを設置しました。ウッドデッキ下は防草シートを一面に張っているので草が生える心配はありません。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。